上昇諸葛亮、謹んで陛下に申し上げます。先帝は民を救い、官室を再興させるために兵を挙げましたが、志半ばにして崩御なされました。今この大陸は魏、呉、我ら蜀漢の三国に分かれております。そして蜀漢は魏や呉に比べ弱小です。この状況を打破し、官室の再興という先帝の意志を継ぐためにも、我らは魏と戦い勝利しなければならないのです。陛下、どうか私に北伐の許可をお与えください。Thank you.
大将、定山の長雲が相手になろう。敵将はどこだ。この私が相手になろう。おりゃ、おりゃ、おりゃ、えい、はぁ。この長雲の槍が受けられるか。さあ、次は誰だ。そこの大将、定山の長雲が相手になろう。敵将はどこだ。この私が相手になろう。おりゃ、よおりゃ、おりゃ、えい、はぁ。この長雲の槍が受けられるか。次は誰だ。
名のある武将と見た。一騎打ちを所望する。敵将はどこだ。この私が相手になろう。うりゃあ、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 これは強い。逃げられた。
この大将、定山の趙雲が相手になろう。我こそは天水の脅威、私が相手になろう。はっ、こんなところにこれほどの使い手がいるとは。見事。
俺様の名は義援。命が惜しくなければかかってこい。我こそは天水の脅威。私が相手になろう。おりゃまだまだ。確かにすごい腕だ。私は関羽の子、関公。誰か一騎打ちをする者はいないか。我こそは天水の脅威。私が相手になろう。やっ！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 この通りゃ！このままでは城に戻れぬ。一体私はどうしたらよいのだろうか。孔明。脅威よ、そなたはよく戦った。どうだ、そなた食感に使える気はないか。これも天命なのでしょう。この脅威、食感に忠誠を誓います。私は長年戦場を往来してきたが、そなたほどの人材は今まで見たことがない。今後は食感のために働いてくれ。そなたならばきっと私の後継者となってくれることだろう。ご期待に沿うべく努力いたします。